おはようございます。ではパーマリオ続きやっていきましょう。さあこのマリオは一体どっちだっていう話なんだよね。まあこうやってこいつらに遊ばれてるっていうことを考えると、はい、今度こそマリオたちをやっつけて地図を奪ってやるさね。まだ地図の話してんの？ああ、でもみんな戻ってるわ。まあ私の作った1コロ爆弾があればマリオたちなど1コロ3ね。ああビビアン1コロ爆弾を出し、またねえぞ。えだなんだいビビアン、今のえってのはだって1コロ爆弾はさっきまでマジョリーお姉さんは持ってたじゃないの。大事なものだから、あたりなんかに持たせておけないって。またそんなこと言って、あたしをおちょくるのはやめろ、おやめ。もうちょっと、一回病院行った方がいいと思うよ、魔女に。あたしが持っていないってことは、あんたが持っているに決まってるじゃないですか。いや、ひどい。それとも何かい？あたしがなくしたとでも言いたいのかい？そうです。そんな。あの、一コロ爆弾がなくちゃ、お話が先に進まないだろう。仕方がないで、あんたが落としたんだなんなら、きっとこのあたりさね。私たちが戻るまでちゃんと見つけておくんだよ。もし見つけられなかったら分かってるね。お仕置き分かってるよ。さっさとお探し、まあ、サーバリーにこんなクズはグズはほっておいて一度戻るよ。ああかわいそう。まあ魔女に分かってないね。そうやって厳しくね、あの不都合とか理不尽にそんなことやってると、あの裏切られた時に、まあ、立場逆転した時にね、どうなるかって話なのよ。っていうかこの下行けねえのか。まあいっか、そこら辺のリスクを考えてないんだよね、まあ、常に自分が上にいるっていうことを、まあ上にいるって勘違いしちゃってるんだよね。いつか逆転されたら、いつかね、裏を書かれたらって思うんだよね。いい声で言ってしまいました。これどうやって変えるんだっけ。はい、ん、あれは違ったっけ。あ、そうだよな。さあシャドウさんはいつ帰ってくる。うん、やめて。あ、気持ち悪い。やっぱ俺体力減ってるもんな。だってこんだけアイテム持ってんだぜ。こんだけアイテム持ってんのおかしいだろ。マリオじゃなかったらよ。よし、寝てしまいましたね。まあまあ寝んな。踏みつけてやるわ。あ、これレベルアップじゃん。いいシャドウで。よーし、感覚増えたわ。もう誰かわかんねえよ、これ。キノコじゃねえか。キノコじゃねえか、ちょっと。危ねえぞ。バトルポイントを増やします。OK。これで準備は整ってきたね。はい、金をよこせ。ってなるとフラは節約が使える。うん、他もつけていきたいけどかーっていうか、あ、まあ、でも確かに使わねえ技とかあんのもん。まあ地震アタック連続つ、あ、でもまあまあ使ったな。ガツンで殴りいらんよな。あー、でも1しか使わんもんな。もう敵との戦いが嫌だわ。またあいついる。こいつはダメだ。これは戦略的撤退よ。一度生き延びたからこそこの選択が取れる。やつはやばい。よし、うーしゅうしゅう。おお、やばいやばい、逃げろ。
いやいや、花が追っかけてこないで。こうか。風帰ってきた。よし。クリスチーヌも、まだまだ、どっちが本物か分かってないな。あ、このままいけるんだ。あ、じゃあ早いじゃん。早いじゃん。あ、こっちも早いじゃん。うー、華麗に避けていくぜ。あ、いいね。ちゃちゃう、お前を待っていたよ。誰？あれ？そっから？お前、マリオって言うんだな。なかなかいい名前だよ。この体もすごく、ジャンプ力なんか抜群だし、それにお前、世間では人気者みたいだな。僕、お前のこと気に入ったよ。これから僕がマリオとして生きていくことに決めたからね。もう気がついてるよね。お前の名前と体は僕がいただいたってこと。僕は自分でも他の誰でもちょちょいって変身させる力があるんだけどさ。本当に相手そのものになるには元の名前と体の持ち主を消さなきゃいけないんだ。あ、ドッペルゲンガーみたいな。だからお前をやっつけるためにここで待っていたというわけさ。クリスチーヌはどうした？でもこのままサクッとやっつけてもつまらないからさ。お前にチャンスをやる。お、もしも僕がお前、僕の名前を当てることができたら名前と体を返してやる。どうよ、面白いだろ。さあよく考えて僕の名前を当ててみな。え、今？は？いや、待てよ。これトンチだろ。確か名前4つだったよな。ハテナハテナハテナ。これだろ。お、普通にこの名前なんじゃねえの？あ？あれ？あれ？いや、何やっても無駄ってこと？大事なとこ、どこがもう注意よ。バドが逃げ出そうなんて思うんじゃないよ。はあ、つまり逃げろってことで。ま、俺は逃げねえよ。絶対に。逃げます。もう絶対 OK じゃねえか。じゃあなー。早速逃げます。チェー、逃げられちゃったか。やべえやつじゃねえか。俺のことわかる？マリオによってあの化け物が退治された。今は子供を見張る必要はなくなった。でもやっぱり僕は子供を見張り続ける。怪しいものは通らないように。ところで君は怪しいな。白か黒かって言ったら君は間違いなく黒だよ。そうだよね。お、ビビった。そんな子いんのかよ。はあ、薄暗いけど、え、ファンタジーかな。え、もっとあなたに役立つの？これ本か。じゃあ、え、おー、どうなってんだよ。まさかラブロマンスなんかねえよな。嘘だろ、まさか。ダメなんかい。選択肢をよこせ、もっと。あ、どうした？あれ、わからないさ。確かこの村の土管からできたところまでは覚えているんだけど、どうして僕がここにいるのか全然わからないさ。どうした？だからこちらまだはベリーセクシーだからノープロブレムさ。お前、あれ？紅の方じゃない？この人。わしが売り物を集めてマイワイフはそれを売る。わしは二人が手を取り合ってこの店を盛り立てておるのだよ。ということで君も何か買っていきなさい。話違うよ。あら、嫌だ。うちにいた豚、旦那じゃなかったみたい。でもあっちの方が若くてハンサムが。若いって素敵よね。いけないことをしたくなっちゃうわ。とまあ冗談はさておき。旦那は？いやいや、旦那は？旦那どうする？いや、マジで旦那どうする？あー、雷いいな。もう一個持っとこう。ちょっと預けるか。これ旦那どうすんだ。旦那さん、想像売るもんねえよな。預けるか。
まあ、キノコ、ジワ。はい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 。これもあんま使うんか。もっとアイテム持てねえかな。緊急1個買っとくか。え、待てよ、おかしくね。はい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 、あ、かん、すげえ勘違いしてたわ。こっちね、あの、この豚になってたやつは。もうずっとなんか会話してるけど、こっちが本当の旦那でね。でももう旦那のね、奥さんはね、旦那のことをもういいやと思ってる感じするよね。失った時に初めて気づくんだぜ。最後じゃあな。クリスティーヌはどこ行ったんだなあ。ルゴダイス3人娘、豚だったような気がするんだ。ああ、ここにいたな、3人。私が豚になったらもっともっと可愛くなっちゃうじゃない。まあ平和ですね。いいですね、平和で。どう、マリオさんのおかげで村は元に戻りました。あなたもマリオさんを見かけたら俺を言っといてくださいね。俺だよ、とんかつて。なんか一人減った、なんか一人減ったような気するんだけど、マスカ食べた、マスカ、ね、え、そんな暗いことしてくる。俺どこまで戻んだこれ。あ、ミス、ダッシュダッシュ、シクシク。かわいそうに。まあ、いや、今ならチャンス、こちら側に引き寄せる。そうだ、この喜びを歌にしてみよう。勝手にしとけ。どうしたん、話聞こか。どっちも大事なものを探してるの。見つけないとお姉さんがひどいお仕置きをされちゃうのよ。もういいんじゃない、じゃあ。この辺りあるはずなのに全然見つからなくて。そうだなあ。あったわ。あったわ。ちょっと拾っていきますね。あー、なんかいっぱいある。あ、ごめん。うん、あとなんかねえかな。おい、やった。にしてもこの草ってさ、すごい弾力性あるよね。めげない。こんな庭に生えてきたらもう発狂する。そうで、返してやろう。ほらよ。開くよ。気をつけろよ。ありがとうございます。よかった。これでお仕置きされずに済むわ。え、ちょっと。え、そんな、これ、壊れちゃってる。壊れてんの？あ、ビッター。発動するかと思った。きっとお姉さんは落とした時に壊れちゃったのね。どうしよう、どうしよう。どっちにしろ、あたりはお仕置きされる運命なのね。え？どうしたん？話聞こうか。ありがとう。ちょっとだけ気持ちが楽になったわ。でもどうしよう。きっともうすぐお姉さんたちが戻ってくるわ。はあ。消えた。あだ名前は何て言うの？よかったら教えて。喋れんのか？え、よく聞こえないわ。名前を奪われた。あ、喋れるんかい。そう、よくあることやね。え、名前を奪われた？どういうことか詳しく聞かせ。めっちゃ優しい。めちゃめちゃ優しい。マリオじゃねえか。自分のことをマリオとは言えないんだな。じゃあ、そしたら、あたりなんかよりずっとずっと大変じゃない。そんなに、こんなあたりに優しくしてくれて、あなたって人は。やべえ、惚れてまうやろ。あたり決めた。あなたの名前と体、それとお友達を取り戻すお手伝いをするわ。大丈夫か？いいのいいの。あたりのことは気にしないで。大丈夫か？それ裏切りなぞ。どうせお姉さまたちと一緒にいてもちっともいいことないし。それに実はあたり、体は男の子だけど、心は可愛い女の子なの。うん、衝撃の事実。あ、だから三兄弟。三姉妹とは言えねえんだな、こいつ。
あなたの優しい気持ちに赤いま乙女心で答えたいの。なんかとんでもないカミングアウト受けたわ。おちゅよろしくね。うふ、こわ。急に、うん、仲間になるんかい。まさかの、シャドウ側の仲間みたいな。ビビアンの能力。影の中に隠れて誰も気づかれなくなる。こわ、あ、こわ。あ、その真上におられても。よいしょ。なるほどね。マスターしたよ。バトルでは敵をパンチして攻撃してさらに火をつける影抜けパンチ。マリオと影に隠れて敵からの攻撃をかわず影隠れで戦ってくるぞ。マリオつっとつる。まだ俺はマリオじゃないぞ。まずはその化け物の本当の名前を見つけるんでしょ。だったら化け物の情報を集めなくっちゃ。あなた知ってる？鳥たちって人間の前では何も知らないふりをしているけど、本当はいろんなところに行ってたくさん情報を集めてる。だからとても物知りな。でね、私の力を使って影の中に隠れれば鳥たちの話をこっそりと聞くことができるの。ん？村人だけでなく鳥たちにも耳を傾ければ化け物の手がかりが捕まえるかもしれないわ。だからあなたのためにあたりの力を役立って。やったぜやったぜやったぜ。鳥か、いいだろ。まあそもそも鳥の言葉わかんのっていう。近年の営業問題は深刻だよ。もう真面目な話。確かにそうだね。なんか CM でありそう。化石燃料を食い潰してしまう前に代替燃料を確立させればいけないね。まさに今その時が来てるんですよ。風力、水力、やっぱり一番期待されるのは太陽発電か。太陽発電、太陽発電ならワンチャンあるわ。太陽光よりいいと思う。アーク発電みたいな。まあ核融合でしょうね。核融合発電がどれだけいけるか。あー、そこが気になるところですね。あと、いたいたいた。よいしょ。ね、聞いて奥さん、今年はうちの子がお受験なのよ。どこに受験すんねん。あら、お宅の坊ちゃん、もうそんな年、大変だわね。お前らむしろカラスに変わった人間なんじゃねえの。薄暗く矛盾だらけのこの世界、ここから逃げ出すために私には羽がついているのかもしれない。おいミーかよ、逃げろ早く。はあはあ、あとカラス、あ、いたわいたわ。今村長のいる家にいるマリオってやつ、本当は村人たちを豚に変えていた化け物なのにね。分かってる。みんな全然気がついてないんだ。人間って本当バカだよね。あの化け物の本当の名前はオドロジーの地下に隠されているんだよね。ほう。本当の名前言われるのがあの化け物の弱点らしいね。さてさて、どうなることやら。聞いてしまったぞ。今の聞いた？オドロジーの地下に化け物の本当の名前が隠されているって。さあ行きましょう。オドロン寺院の地下へ。分かってるわ。じゃあ行くぜ。でもちょっと一回村長のとこ行ってみたいな。どんなことを言われるのか。村長の家どこだ？これだっけ？へい村長、うわ、いる。それでマリオさんのおかげです。これはわしらの気持ちです。どんどん召し上がってください。おお、豚じゃねえか。それ村人、あ、一人減った村人じゃねえな。マリオさんって本当はおしゃべりなんですね。めっちゃしゃべる。こんなマリオさんも新鮮でいいですね。疑いす、少しは。え、最近のことなんですね。何か変わったことはないかって。そうだな。チャオとかウシャウシャシャとかうさいくらいだな。もう全然違えんじゃないか、お前。チャオ、僕はマリオってんだ。よろしくね。ウシャ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 。いや、キャラ変しすぎだろ。気づけ。マリオったら急におしゃべりになったような気がするけど。まあ、きっと気のせいだ。おい。マリオちゃったらん。
なんだか急におしゃべりになったのね。無口でダンディなところが魅力だったのに。おーおーおー、まだクラウドの方がマジじゃねえか、お前。今日はマリオさんが来ておられる。用がなければお引き取りください。なんか仲間に気づかれないって、なんか嫌だな。悲しいわ。少しの時間経ったけど、それなりに濃い時間を過ごしてきたはずなのに。そんなことになるなんて。悲しいよな。だってこのまま戻ってもさ、なんかちょっと気まずくない？こう、なんだっけ。このビビアンだけがさ、ビビアンだけが俺を認めてくれたっつって。村でやっつけてもよかったけど、僕の正体がバレたらまずいだろ。だからこれ待ってたんだよ。また出てきた。ということはあんたがこの人の名前と体を奪った化け物ね。で、どこで見たような顔ね。お別れ。はいはい、今回もチャンスをやるよ。もし僕の名前を当てたら名前と体を返して。逃げます。シューン。チェーン、逃げられちゃったか。逃げます。戦略的撤退。どうやらあそこで待ち伏せをしていたみたいね。早くあなたの名前と体を取り戻さなくっちゃ。まあ、ビビアンもよっぽどポンコツだったって話だよな。なんか普通に避けていくと。間違えたわ。なぜペラペラになったのか。まあちょっとビビアンの性能を確かめようか。こいつは普通に強いんだよな。影抜けパンチ。あ、そういうこと。ボタンを押せってか。なかなか難しいことを言う。そうだ、こいつは貯めるんだったわ。お前もかい。お前も貯めるんかい。これは星がつく予感。影隠れでいいんじゃね？隠れてみるか。え？ A、B、B、A、B。なんでコマンド打たせんだ。いませんよ。刺さってろ、そこに。いませんよ。あ、いいね。これ相手の超。あ、行ったんだから、そのまま使うのか。まあ、そこら辺はデメリットだけど、やめろよ。よし。まあ、駆け上がり強い攻撃が来るっていうタイミングだったらありだよね。それで確実に避けられるから。だな。影抜けパン。はい。ビビアンが一番良くない？使い勝手としてはさ。いいんじゃない？このまま仲間で。名前を取り戻さなくてもいいんじゃないか。よし。戻ってきましたね。まあ、だいたい3段ついてるわけですよ。今手に入れた、技ですね。影抜け、あのコインは置いていこう。戦うのがめんどくさいから。とりあえず押していくわけですよ。まあ当然ね。まあここら辺でいいんですけど。そしてここで、壁抜けの技。これですよ。みんなの。ビビアンはね、なるべくしてなった仲間なんですよ。そらそうかと。よいしょ。ほい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 。よし。ん？さあ、何があるのか。なるほど、こっち側か。いつそこに出れるんですか。ほい。
あれ不思議なとこ行きましたね。とりあえずアイテムも。ふにゃふにゃにゃくん。パワープラス。マリオのパワープラスはでかいぜ。6? おはよう、おはよう。ほら。くえ、変なやつがいた、言いたはずだが、まあいっか。それ以上やってらんねえな。いくらあいつの本当の名前を誰か一人が覚えてないと魔法の力がなくなっちまったからってよ。その名前を知ってる俺をこんな薄暗い部屋に閉じ込めておくなんて。しかも部屋に隠してる名前の一部を見張っていろっての。大物が荒いっつの。しかし腹減った。ランペルのやつ早く帰ってこないかな。ランペルですね。くえー、あちげあちげ。ランペルか。アンヘルみたいな名前しやがって。ランペルか。そうか、ランペルか。へえ。うん。はい。鍵ですね。でも、あれだよな。一番の解決法はこの大物さえいなくなればいいんでしょ。やっちまえば、こいつの名前を覚えてるやつはいなくなるわけじゃん。まあ今となってマリオ聞いてしまったからさ。あれだけど。じゃあな。うふ、聞いちゃったわね。さっきのオモが言ってたこと。ランペル、それがあいつの名前よ。そこであの化け物から名前と体を取り返せるわ。さあ、あいつをやっつけに行きましょう。OK。OK。じゃあ、ここは何その、土管はよ。え、薄黒まだ。あ、へえ、そんな感じで出てくんの。じゃあじゃあちょっとこの辺で終わろうかな。じゃあ名前 を聞いたということで、次なんだっけランペルか。名前をね、正体を明かしていきましょう。ではまた、あ、頑張りましょう。バイバーイ。